歩きながら書類を確認しようと思ったら、強風に大事な書類が吹き飛ばされちゃったわ。ダメね、私。何でも効率よくやるべきだし、移動時間を有効活用しようと思ったのに。このまま書類をなくしちゃったら作り直しになっちゃうし、逆に効率が良くないわ。私もスズメのことを言えないぐらいドジね。個人情報とかも載ってる書類だから、風に吹き飛ばされたのを放置もできないし、見つけて回収しないとね。もう余計な手間だわ、嫌になっちゃう。あ、ちょっとそこのあなた、何？こんなところで何をしてるの？ここは国王陛下のおわす王宮よ。一般人は立ち入り禁止。のんきにお散歩してたら衛兵に捕獲されちゃうわよ。まったくもう、ナイトメアは何をやってるのかしら。警備ゆるゆるじゃない。まあ最近は平和だし気抜いてるのかもしれないけど、陛下に万が一のことがあったら国家の一大事だっていうのに。まあもうナイトメアとたもとを分かった私には関係ないといえばないけど、無視もできないじゃない。ああもう書類を探さなくちゃいけないのに。あなた、その手に持ってるのって書類？それ私の。探してたのよ、あなたが拾ってくれたのね。ありがとう、探す手間が省けたわ。あなた見た？なパンツ？何の話よ、お下品。いくら風が強いからってスカートの裾は翻さないのが淑女のたしなみ。気をつけてたもん、見てないわよね。もう初対面なのにずいぶんぶしつけな殿方ね。まあいいわ、書類こっちに渡してくれる？うん、ありがとう。そういえば書類はまだ封筒に入れたままだったわ。よし、中身の書類も無事ね。これなら書き直す手間をかけなくても大丈夫そう。助かっちゃったわ。あなたお名前は？今はちょっと大忙しだけど、後日改めてお礼をするから、どこのギルドに所属してるのかとか教えてくれる？ギルドにはまだ所属してないのね。よその国から来た人なのかしら。ランドソルではギルドに所属してないと何かと不便よ。登録方法とかわからないならお礼がてらに教えてあげよっか。まあそれもまた日を改めて。私急いでるから行くわね。これは忠告だけど、怪しまれちゃうからあんまり王宮の周りをうろつかない方がいいわよ。おっと、礼を失してたわね。こっちも名乗らなくちゃ。私はサレン、サレンディア救護員っていうギルドの統括をしてるわ。ご縁があったらまた会いましょう。アンドゥトロワ、アンドゥトロワ。くるんってターンして振り向きざまに叩っ切る。もう鬱陶しいったらないわ。さっきからやたら虫タイプの魔物ばっかり出てくるわね。大して危険な相手でもないけど、数が多いから面倒極まりないわ。振り払っても切り伏せても次から次へと寄ってくる。無視して突っ切りたいけど、一応雑魚とはいえ魔物は魔物、油断したら大怪我するしね。大事な商品を運んでる途中だからあんまり乱暴なこともできないし、魔物が出現するたびにいちいち荷車を止めて対処しなくちゃいけないし、こんなんじゃ日が暮れちゃうわ。
暗くなってくると手強い魔物も活動を始めるだろうし、急がないといけないのに。いやよ、こんな不気味なところで立ち往生するのは。こんなことなら蹴散らずに護衛でも雇えばよかったかしら。でもな、その分の経費を払うと儲けが出ないし、スズメや子供たちには危険な仕事はさせられないし。おっと、あーもうまた虫が寄ってきたわ。よっこいしょっと。キリがないわね。殺虫剤でも用意しとけばよかったわ。っていうか、なんでこんなに虫ばっかり出るのかしら。もしかして運んでる商品のせい？この商品が虫を引き寄せる甘い匂いでも発してるとか。それなら匂いが外に漏れないように覆いをつけとけばよかったわね。うん、反省点は覚えておいて次に生かしましょう。とりあえず今はさっさと森を抜けないと。町まではさすがに魔物も追ってこないわよね。あれ、そこの茂みが動いた。虫じゃないわ、もっとでかい動物が隠れてる。単なる通行人だったら攻撃しちゃまずいし、一応声をかけるべきよね。ねえ、誰かいるの？返事がないなら魔物だと判断して攻撃するわよ。人間の声ね。よかった、念のため確認しといて正解だったわね。ごめんなさい、攻撃はしないから茂みから出てきてくれる？あら、あんた、まったくもう驚かさないでちょうだい。一体森で何をしてるの？こんな魔物がうろつく場所でお散歩ってわけでもないでしょ。ほーん、小遣い稼ぎに簡単な仕事を引き受けたのね。特定の虫をたくさん買って化粧品の材料になる体液を集める。そのために依頼主のアドバイスに従って虫がたくさん集まってくるように特殊な調合をした薬剤を散布したって。ふん、つまりこの付近にやたら虫が集まってるのはあんたのせいってことね。いい迷惑よ、まったくもう。いいけどさ、たまたまそんな場所に踏み込んじゃった私が不運だったもんね。人のせいにするのはエレガントじゃないわ。ううん、ピンチはチャンスよね。ねえ、あんたの仕事よかったら手伝わせてくれない？その代わりこの荷車を引いてほしいの。あんたが私の荷車を運ぶ、私は寄ってくる虫を狩りまくる。倒した虫は袋に詰めて荷車に一緒に乗せれば大量に運べるわ。一挙両得よね。そういう条件でどう？お互い利益のある話でしょ。あんた見た感じ動きが鈍いし、虫ちっとも捕まえられてないみたいだしね。このままだときちんと依頼を果たせないでしょ。仕事はちゃんとしないとダメよ。こないだ書類を拾ってくれたお礼に私が手伝ってあげる。ううん、助け合いましょう。オッケー、じゃあ交渉成立ってことで。虫ここまでの道すがら大量に倒したから、使えるやつがあったら死骸を拾ってくればいいわ。その間も私は近づいてくる虫を適当に買っておくから。アンドゥドロー。昔こんな風に仲良しだった男の子と一緒に虫取りをした覚えがあるわ。どんくさいやつでね、ちっとも虫を捕まえられないの。でもいざという時には頼もしくってね。ちょっとだけ好きだったわ。懐かしいわね。あの男の子今はどこで
何をしてるのかしら。さあ打ち上げよ。おかげさまでお仕事は大成功だったしね。その喜びを分かち合いましょう。なんだかんだで一日中一緒にお仕事したんだしね。一緒にお祝いするのが義理ってもんよね。あら、ちょっとお下品な笑い方をしちゃったわね。でも笑いが止まらないわ。きちんと仕事をやり遂げた時の満足感は格別よね。はあ、生きてるって感じがする。やっぱり働くのって楽しいね。え、私のおかげで無事に任務が達成できたんでしょ。ここの代金おごってよ。期待以上にたくさん虫を狩ることができて報酬に色をつけてもらえたんでしょ。なんてね、割り勘でいいわよ。恩に着せるつもりはないわ。あんたが荷車を引いてくれたおかげでこっちも助かったしね。お世話になったのはお互い様だから。いいのよ、男がおごるべきって風潮だけど、私とあんたの仲じゃないなんて。ほとんど初対面だけどね。あんたってなぜか10年来の親友みたいな感じがするわ。どうしてかしら。まあいいわ。それよりも注文する料理は私が決めてもいい？説明すると長くなるんだけど、私が運んでた果実はオリーブって言うんだけどね。あんたも見てたから承知してるだろうけど、それを全部このお店に買い取ってもらったのよ。ちょうど山奥にある私の屋敷からいろいろ運んでこなくちゃいけなかったしね。そのついでに懇意にしてる行商人から安値でたくさん買ったそれを運んだの。オリーブってランドソルだとあんまり馴染みがないけど、ちょっと遠い国では普通に料理に用いられるものなのよ。だから国によっては大量生産してる。安価で取引されてるの。でもこのランドソルだと珍しいから貴重品として高値がつくわけ。その値段の差額を利用して一儲けしたわけよ。一般的な食材じゃないから普通は買い取ってもらえないわ。だからこそこのお店に前もってオリーブの調理方法を伝授しておいたのよ。もちろんその分さらに高値でオリーブを買ってもらう約束をしたわ。この店はランドソルでは珍しいオリーブを用いた料理が出せるようになる。私も儲かるし、またこの店にオリーブを卸せるから次もあるってこと。商売は長期的な展望を持って行わないとね。単発でたった一度の儲けを得るだけなら博打と同じだわ。売る前にまず需要を作る。買い手を作り商品の価値をできるだけ高める。商売の基本よね。売り物を店に並べてから売り方を考えるんじゃ遅いのよ。そして誰も損をしないのが理想的な取引ってものよ。これなら私も店もこの店の客もみんな笑顔になるはずだわ。なかなかいつもこんな風に上手にはいかないけどね。今日だってたまたまあんたと行き合わなかったら実際どうなってたかわからないし。でもまあ失敗を恐れずにがむしゃらにやらないとね。私には守りたいものもあるから。明日からもがっつり働くためにたっぷり食べて栄養をつけときましょう。うん、できるだけオリーブを用いた料理を注文してね。味見をしておきたいから。そのためにこの店で打ち上げをするのよ。儲けさせてもらった分この店にお金を落としとくわけ。そういうのって好感度が高いでしょ。店もまた私と取引がしたいって思うはずよ。お金は天下の回り物よ。巡り巡って私の利益にもつながるはずだわ。
どんどん注文して。男の子なんだもん、たくさん食べるわよね。たくさん食べてたくさん働くのが人生の醍醐味ってやつよ。あれ、よく会うわね。あんたも買い物してるの？うん、私もお夕飯の買い出し。でも見てよ、もやしが100ルピとかするのよ。全体的に物価が上がってる感じね。まあ仕方ないんだけど。四方を高い塀に囲まれた城壁都市であるランドソルはたやすく敷地の面積を広げられない。なのに塀の内側には農地や牧場などの食料を生産するための基盤がないわ。だから町の周囲にある農耕地から食料を運び入れたり、大陸の真ん中という立地を生かした貿易に注力することでどうにか成り立っている。要するに食料事情を大きく町の外部に依存してるのよね。だからこそ先日、ランドソルと外部をつなぐ主要道路エステレラ街道で魔物が大量発生したことが大問題だったわ。怖がって貿易商などが近づいてこないのよ。人体で言えば頸動脈を切断ほどじゃないけど、コブでもできて血流が阻害されてる状態ね。放置すればまあ死ぬわ。物が入ってこないからありもので商売するしかなくて物価が上昇する。需要と供給のバランスが崩れたのね。この状態が回復するまでやり過ごすのが得策だけど、サレンディア救護院の子供たちは育ち盛りだから、ご飯はちゃんといいものを用意してあげたいし、まだ救護院の建物に最低限の生活用品すら揃ってないんだもの。買い物せざるを得ないわ。なんとか頭を使ってやりくりしなくちゃね。でもな、安物買いの銭失いって言うし、ああもうほんと間が悪いったらないわ。おっと、ごめん愚痴っちゃって。ぼやいてても仕方ないわよね。なんとかするしかないわ。あんたも安い店とか見つけたら情報ちょうだいね。うひゃな、あんたどうしたの？それなんか光ってるわよ。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。ん？何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。いやー、いい買い物をしちゃった。こういう商店街は大量生産を前提とした量販店に比べてむしろ商品のお値段が高くなる傾向にあるって思い込んでたけど、私が浅はかだったわ。八百屋さんが趣味で取ってきた山菜とか、ベーカリーで普通は捨てちゃうパンの耳とか、潰れた工場の在庫処分品とか、普通ありえない掘り出し物がいっぱい。たったワンコイン500円で両手で抱えきれないぐらい買い物できちゃったわ。
なんかこういうのって嬉しいわよね。テストでいい点数取るよりよっぽど。おーい、こんなところで奇遇ね。何してるの？わ、変な声が出ちゃった。なんなの、やぶから棒に優しくしてくれちゃってさ。変なものでも食べたわけ？いつからジェントルマンになったの？なんかあんたったらいつもと様子が違うわね。気のせいかしら。昔は一緒に泥だらけになって遊んだもんでしょ。今さら女の子扱いされてもな。ああ、私はご覧の通り買い物してるのよ。いつもは忙しくてスズメに任せたりするんだけど、今日は生徒会の仕事も何もなかったから。定期的にこの目で相場を確かめとかないと、スズメに買い物に行ってもらう時にも困るしね。渡したお金足りなくなったりしたら大変でしょ。ネットでも大まかには調べられるけど、こういうのはやっぱり実際に目で見ないとわかんないもん。特にこういう商店街とかはさ。え？裏若き女子高生が放課後一人で相場チェックとかしてるのおかしい？一緒に遊んでくれるお友達はいないのかって。失礼ね。これでも結構学校では人気者なのよ。だから常に周りに取り巻きがいて騒がしいからさ、たまには一人で息抜きしたくもなるのよ。商品の値段とか見て回ったりさ、値引きの交渉したりするとさ、なんかホッとするのよね。私だけかしら。あんたこそ放課後なのに一人でうろうろしちゃってさ、寂しいやつね。私遊んであげよっか。ふむふむ、近所のゲーセンに面白そうなゲームの筐体が入荷されたの？それで遊びに来たのね。どういうゲームなの？ちょっと興味あるわ。お家に帰るにはまだ早い時間だし、一緒に遊ばない？昔みたいに。あー、でも荷物がちょっと邪魔ね。間が悪いったらないわ。どうしよう、コインロッカーにでも預けとこっかな。何？あんたが荷物持ってくれるの？ありがとう。やっぱり今日のあんたはちょっと変よ。あんまり優しくしないでよね。くすぐったいから。ヒヤヒヤしたわ。やっぱり幼なじみなのね。家族みたいなもんなのよね。ちょっと会話しただけで違和感を覚えたみたい。昔のあんたと今のあんたは同一人物だけど、今のあんたは記憶喪失になって、そこからいろいろ経験も積んだしね。昔のあんたから変わった部分もあるのよね。だからこそ昔と今のあんたの整合性を取るためにこうやって夢を見せたりとかしていろいろ調整してるわけだけど。ごめん、一方的に喋っちゃって。わけわかんないわよね。でもまあ今はあんまり気にしなくていいわ。あんたが今見ていたのは夢みたいなもんだから、目が覚めたらすぐに忘れちゃうわ。個人的にはどうしてこっちのサレンちゃんはあんたが幼馴染だってことを忘れてるのかとか、いろいろ探りたかったんだけどね。今はまだそんな余裕ないみたい。依然として不安定な綱渡りね。だからまあ今回はこれで一区切りにしとくわ。じゃあね、また夢で会いましょう。どうかした？なんかぼーっとしてるけど。ごめんね、荷物運んでもらっちゃって。余計な労働させたせいで疲れちゃったのかしら。
サレンディア救護院まで荷物を運んだら、そこでちょっと休んでちょうだい。お茶ぐらい出すわよ。当然の報酬よね。なんか最近こうやって一緒に歩いたことがなかった？いや、これが初めてよね。ごめん、単なるデジャブかしら。でもなんだか不思議よね。あんたとはずっとずっと何度も何度もこうやって肩を並べて歩いていた気がするわ。夕暮れ時の帰り道を二人でさ、どうでもいい話とかをしながらさ。そんなわけないのにおかしいわよね。あんたとは出会ったばかりなのにね。